ひろこ TV。 ボーカルレッスン。こんにちは、佐藤ひろこです。今日は謎のスペースが空いていますね。そうです、ここに人が今から入ってきます。本日のゲスト、井出綾衣。短いじゃん、登場の。今のオープニング入れた入れた、登場の BG、 登場 BG ちょっと短かった。だいぶ合わないで入ってきた。あやちゃんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は数週間前に、うん、あやちゃんとこの YouTube チャンネル、うん、何でしたっけ、お名前は。井出綾衣のママチャンネル、概要欄に載せてあげてますけれども、こちらにゲストで出演させていただきまして、はい、そのお礼ということで、うん、まず本日はこちらにゲストで来ていただきました。いやー、ありがとうございます。なんかせっかく呼んでいただいたのに、今日はですね、本当に前髪が決まらなくて、なんかもうほら違う毛が入ってるでしょ、明らかに。やっぱり大人になると髪の毛も言うこと聞かなくなりますよね、うん、もうそうなの。毎日朝違う表情を見せてくれるから。わかります。じゃあ今日はどちらかというと不調。不調だね。こちらのトレーナーはどちらかというと不調。不調だね。よく見るとくすんでいる白、オフホワイト。そう、オフホワイトです。おしゃれクマトレーナーで今日は来ていただきます。どちらかじゃなくても不調です。よろしくお願いします。上半身不調でやってきました。下半身めちゃくちゃ可愛いんですよ今日。絶対見せませんけど。見せて、そこ。あ、一応見せる。ありがとうございます。ちょっと待って、全然だったね。めっちゃ面白い、めっちゃ面白い。裸みたいになってましたよ。同系色のピンクだから。下半身裸みたいに見せなきゃよかった。見せながらね、ちゃんと見せたかったですね。下半身は可愛い感じの あやちゃんも今日は来てくれまして、はい、よろしくお願いします。あやちゃんの方のチャンネルでは、うん、私からボーカルレッスンというか、そう、いろいろ教える。そうなの、ぜひ、ね、見ていただきたいです。もう全然ね違いますからね。受ける前と受けた後の声の出し方とか。実践してみました。しました、しました、もちろん。しました。本当に、うん、ラジオ番組やってるんですけど、そちらで毎回モノマネをねやっていて。どちらの 何ラジオですか。FM 栃木レディオベリーで毎週水曜日の4時から7時まで生放送でやってるビートという番組で、うん、モノマネをやっているんですよ、うん、でそこの歌マネがもう上手くなったと、何があったっていう問い合わせがもう殺到してますね。はい、いやー、もう本当言うのはただ。言うのは自由。言うのは自由。そう、放送の自由。そうなんです。自由自由。いやー、いやー、それじゃ良かったです。本当に良かった。今日は、今回は、うん、うちのチャンネルで、はい、見てくれてる方の得になるお得情報を、そう、教えてもらいたいなと思っているんですが、何かあるかなと思ったんですけど、うん、今日ね、私ここのスタジオに来る前に車の中でガサゴソと探して持ってきました。ご紹介できるものを。え、何ですかこれ。これは、よく見てください。ダイソー。あ、ダイソーだ。はい、ダイソーで売っている風船なんですよね。しかもこれね、大きさがポイントで16センチの風船なんですよ。何、大喜利ですか。ではなく、はい、これ発声練習として使えるんですよ。はい、色は青で良かったですか。青が一番好きです。はい、よかったよかった。これ皆さん風船膨らましたことあると思うんですけど、うんうん、ポイントはですね、口を膨らませないで膨らませるという風船を。これは何の効果があるの。肺活量を鍛える。はい、だから声が細い方、小さい方というのは基本的に肺活量が弱い、小さいの弱い、肺活量の弱い方が多いんですよね、うん、その前にちょっと風船を10回ぐらい膨らませていただくと、全然声の出し方が変わってきます。出方が、大きさ、あと強さとか張りとか声の。へー、はーい、
ちょっとやったことないので。じゃあちょっと実際やってみますか。はい、お願いします。はい、これ一緒にやっちゃう？どう？じゃあ私普通に適当に膨らませてみていいですか？はい、じゃあ。あ、でもこれ膨らそう膨らませる前に、よくこうやって伸ばす方いらっしゃるじゃないですか。あ、はい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 。膨らみやすいように。バルーンアートとかされる方そうかもしれない。そうそうそう。伸ばしてね。そういった小細工は一切しないでもらいたいですね。小細工。最初のうちは多分16センチの風船って膨らませるの大変だと思うんですよ。もともと肺活量がある方でなければ。そう。でもひろちゃんはもうプロだから、多分一発で膨らむと思う。すごい振りが怖いですけれども。じゃあ一緒にやってみます。一緒にやってみましょうかね。じゃあポイントは口に。うん、口を膨らませないこと、はい、うん、もうお腹の筋肉だけを使って風船を一気に1回で膨らませる、1回で一丸、はい、でそれで止めてください。追加で息を入れないで。わかりました、はい、じゃあちょっとやってみますね、はい、16センチ風船いきます、うん、せーのちょっと待って、嘘でしょ、ねえ嘘でしょ、ねえ、私もできないけど、あんたもできないの。違う違う。何があったの今変な音。ちょっと待って、変な音がするとできないの。ちょっとついつい笑ってしまいました。ちょっと待って、2人ともできないっていう検証結果でよろしいですか。皆さん、できなかったですでいいですか。いや、本気で。ちょっと待って、はい、難しいかも。難しい、うん、全然できない。もう一回じゃあ変な音出さないでやってみましょうか、うんうんうん、はい、じゃあいきますよ。なんでだよ、いきます、せーの。ちょっと待って、ねえ、あやさーん、あやさーん、ねえ、ちょっと笑っちゃってできないわ。ひろこさん、できない？ひろこさんできません。あれ？うん、あ、でももうちょっとでいきそうだけどね。このね、膨らむけどこれ以上いかないでしょ、うん、ここで腹筋を使うんですよ。ちょっとまだ1回も成功してないんでちょっと1回見本にしてもらっていいですか。そうですよね、ちょっと笑わないでいきますね、お見本をよろしくお願いします。こういう感じです。はい。すごい。何があった？今小細工なしですよね。小細工なしで。で、ちなみにこれが今の私の肺活量ってことですよね。これが毎日繰り返しやっていくとだんだん大きくなっていくんですよ。すごい。で、これをいつも私はまあ喋るお仕事の前に車の中で風船を10回は膨らませて言っているんですけど。まあ、前にその車で膨らませられなかったことがあって、うんうんうん、その収録スタジオに着いてからお手洗いでちょっと時間があったんで膨らませようと思ったんですね。でこうさっきみたいに膨らませた状態で、あ、これ待てよと、これ空気を抜いたらブーっていう音がするさっきやった、さっきやってました、うん、これね、今私お手洗いで膨らませてこの音を出して風船をしぼませたら絶対に外にいる方には勘違いされるよなと思って、ちょっと今日はあやちゃんお腹調子悪いんじゃないの、そう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 、大丈夫かなって思っちゃうかもしれません、うん、で焦ったことがあるのでお手洗いでは膨らませないように主に車の中がおすすめですかね。車の中とか ね、まあ、お部屋でもいいですけどもね、はい、もう一回トライしてみていいですか、うん、どうぞどうぞ、もう純粋に本当腹式だけ、うん、へえ、じゃあいきますね、うん、頑張れ。パッ。できない。でもね、多分これトレーニングすれば多分明日にはできるようになってると思う。これ何回かやると。これください。どうぞどうぞ。これなんで16センチじゃないとダメなんですか。これね、私がいろんなサイズ研究して、やっぱり23センチとか、まあ、20センチだと簡単に膨らんじゃうんですよね。16センチぐらいがちょうど膨らみにくい。ところでトレーニングには
なるほど。ってことはじゃあ初心者の私みたいな人は逆にちょっと大きめからスタートしてもいいぐらい、うんうん、ですね。それか、まあ、16センチで少し伸ばしてから。あ、そっか、大量にあるしね。うん、そうちょっとぐらいじゃあ小細工して、うん、最初のうちはねやってもいいかもしれないです。もうちょっと、もうちょっと、あ、いきそうだけどね放心状態になっちゃう。なんか終わった後にあのなんだろう、多分私佐藤弘子この中にいるんだよいくらかちょっと入っちゃったんだと、なんだろう、なくなっちゃう自分自身が。ちっちゃいね、佐藤弘子ちゃんいっぱいいるかもしれない、ね、この中にはそう。いやちょっと成功しなかったので、うん、悔しいよね。悔しいので、ね、うん、またどこかの動画でできるようになったぞっていうだけの、うん、なんかショートのやつとかはアップしますね、うんうんうん、できるようになったら。じゃあそれ私あの先生としてチェックしてるんで、はい、お願いします。いやちょっとぜひやってみてください、うん、ダイソーに売ってるそうなので、はい、ポイントは、ポイントはほっぺたを膨らまさないように風船を膨らませるっていうことと、うん、あとはですね、その小細工を伸ばしたりとかしないで純粋に膨らませられるようになること。あくまでトレーニング、うん、はい、です。あ、ちょっと皆さんもぜひやってみて、これやると、うん、あの確かに腹式呼吸がものすごく、そうなんですよ、備わると思います。そう、だからまあ声が小さくて悩んでいる方、声が細くて悩んでいる方、あのプレゼンの前とかね、会議の前とか、そういう時にぜひやってみてください。なんか、ね、喫煙所で一緒にこうやってやっててもいいかもしれないね。いいかもしれないですねなんか混ざってこうねできたらいいかもしれませんが、ぜひ皆さんやってみてください、はい。本日の動画いかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、そして、チャンネル登録をお願いいたします。あやちゃんとこの、YouTube チャンネル概要欄にもちろん貼っておくので、そちらから遊びに行ってみてください、はい。それではまたどこかでお会いしましょう。佐藤ひろ子と井出あやでした。またね、バイバイ、バイバイ。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。高評価ボタンも押してね。チャンネル登録してください。